はそもそもあんまり気が進まない。まずは対岸に渡るところから冒険は始まるのよ。村の連中が近づかない場所に挑んだり、街道をたどって先の先まで進んだり、みんなが怖がってる街道の西側にも入ったり。あの辺りは禁足地じゃないか。危ないし怒られるだろうし、絶対ダメだよ。何言ってるのよ。冒険ってのはそういう場所をあえて踏み越えていくもんでしょう。それに北の山の果てに輝いて見えてるあの塔にだって行けたら面白そうじゃない？でしょ、レント。ああ、冒険して強くなって俺の実力を村の奴らに認めさせる。それが俺の夢だ。ああ、レントまで燃え上がっちゃった。これは僕も行くしかないのかな。分かったら行くわよ。大いなる冒険の旅へ、いざ出発。なんてことない私は今日ついに一歩を踏み出す。当たり前の生活にないものを求めて島の外へ。